林さん家の宇宙米の種まきです。塩水洗した宇宙米の種です。宇宙米の種まきはこのギアを一足にして約 80g 巻きにします。はい、どう、はい、ギアを一足です。はい、宇宙米の種を入れます。はい、塩水洗した種もみで、見事にサインが、鳩胸状の芽が出ています。この本来このブラシで床土の上をならすんですが、宇宙米の苗箱にはこういうふうにもみんがらくんたんとぼかしが入った土があらかじめ入っててすでにならされてますので、このブラシを剥げます。はい、よいしょ、高くして剥げてブラシが苗箱の土を引っかき出さないようにします。既存の種まき機を使ってやりますので、このままの延長で最後のここの位置に苗箱を積んでいきます。じゃん、このブラシが当たらないように上げてあります。で、水を入れて、種もみを巻きます。はい、で、糸を入れて、苗箱を積んでいきます。ちょっと狭いのでぶつけないように積んでください。1時間に約850枚巻くという林さん家の超高速種まき機なので、かなりせわしないです。もう少しや、頑張れー。よし、で最後に札を入れて、はい、終了です。はい、空箱乗せて OK、 これで宇宙米90箱種まき完了です。はい、こうやって保温シートをかけて72時間加温と加湿をして芽を出します。はい、無事種まき終了。芽が出ますように。